プラネタリウムで突然いろいろな星が不規則に光り出し流れ始めたナレーション。さあここにきてプラネタリウムお題を出します。スタート。はい、綿尾さん。頭を下に怖い怖い災害じゃん。タルタルソースさん。今日はサービスです。普通に星見せてよ。電子レンジさん。仮に惑星に感情があるとするならば。怖いとこ来ちゃったの。匿名さん。あ、何これ、ちょっとうざ、どうしよう、うざ。ペルトモさん。一人、愚か者が混ざっています。直康さん。ほらほら、お前らこういうことだろ。何じゃ、何切れてんだ。怖いな、お前。客を全員ひとまとめにしない方がいいと思いますよ。リンシェイさん。チカチカと光ること、点滅です。タルタルソースさん。今、あなたは大気圏を飛び出しました。あ、いろんな星が、光が見える。綿尾さん。来るぞ。いや、まだ来ない。ペルトモさん。獅子座だと思ったらストップコールをお願いします。ピカピカか。匿名さん。宇宙その答え。40、残り2分。はい、タルタルソースさん。いや、でも本当に綺麗ですね。説明してくれよ。綿尾さん。星のドラゴンクエスト、次回のアップデートは…タイアップだ。直康さん。静かにしろ。お前のせいだよ。ざわざわするよ、それ。ペルトモさん。学生時代に…匿名さん。おい、桜井、貸し作れよ。練習室さん。欲しいぐちゃぐちゃサービスです。残り1分。はい、綿尾さん。ひとしきりいろんなのが出た後にデッデレデーデってクイズが始まる。カラクリテレビ。電子レンジさん。わー、冷静でありたい。残り30秒。直康さん。人工の光ってことをまず強調させていただきます。そうなんだけどさ。ペルトモさん。すみません、赤のなんか変なボタンをおっしゃいました。なんで目立つやつにそんなのあんだよ。残り12秒。10、9、タルタルソースさん。おっと、緊急事態発生。プラネタリウムをむちゃくちゃにする悪い人に乗っ取られた。治療所な。はい、ペンを置いてください。ペンを置いてください。では、受ける人は、直康さん。おう、テテロ。テトンさん。シュン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 。千原誠司さん、誕生日おめでとう。匿名さん。夜です、こんばんは。では、いないですかね。次のお題いきます。次のお題はこちら、白米の真ん中の虫が日の丸メーカー日の丸弁当のようにお弁当を作って名前をつけてください。日の丸の真ん中の虫が日の丸メーカー日の丸弁当のようにお弁当を作って名前をつけてください。4分間スタート。
題が1個、準決勝は帝京大1個、北農大1個という構成になっています。まあ、僕のお題も結構癖があるので、いろんなお題に対応して一緒に行ってもらいたいと思います。テルトモさん、白米の上に海苔で、ここにテキストを入力って書いてあるの、デフォルト午前電子レンジさん、ソースがどんどん染みていって全部の味が悪くなる感染ありますけどね、そういうイベントで。なんでソース直接かけちゃったの。1分経過、直哉さん、でも天ぷらが足りないって天足らず渡尾さん、右上に次のウィンナーが出てくるテトリス弁当どういう仕組みなの、無限に食えるのカラクリ仕掛けみたいな。ペドさん、ジャガーリゴです、拡散お願いします電子レンジさん、出来上がった弁当を蹴って渡す魂レボリューションこれ30秒経過、残り2分。はい、渡尾さん、海苔が1箇所だけない伏線弁当タルタルソースさん、あ、なんか自分でもよくわかんないんですけど、なんか三色ゼリー直哉さん、米の一粒一粒がここから完全に独立して存在するモナド弁当残り1分30秒、デシンさん、お弁当をあげるよという声が、他の音に紛れて聞こえなくなる夏星花火テルトモさん、お母さんが1週間練って作ったおばば本気手巻き残り1分、はい、電子レンジさん、小学生全員が同じものを持っているプーマタルタルソースさん、ひじきをたくさん使ったのひじきの森っていうテルトモさん、なんかねちょねちょしてるデュフフのり弁残り30秒、徳明さん、周りにスピーカーを置いて 2.1 ドンサラウンドの、ね、電信さん、受けようとしていろんな具材を詰めて失敗したイルカ先生3、2、1、ペンを置いてください、ペンを置いてください。直哉さん、煮干しのあった日々タルタルソースさん、なんかおじいちゃんが作った珍しいお弁当渡尾さん、収穫直後のこれからのお米が入ってる幕開け弁当匿名さん、血をかけてリスカ丼ですペルトモさん、ペルトモさん、あ、それ天津飯弁当ですか、すごいですね、ちょっと卵割ってみます、ある晴れた日のことアニソン閉じたま終了です、ありがとうございました、お席にお戻りください。第6位26ポイント電子レンジ、5位35ポイント匿名、4位53ポイント渡尾、3位61ポイントタルタルソース。
90ポイント、ペルトも1位123ポイント、直安となりました。では、